堀内和一郎は、東京都出身の体道選手、ファウストボール選手、医師、PHF 本ンシーボルトのコンマゴ、湯島道場副代表、東京医科歯科大学体道部監督補、日本スポーツ、協会公認スポーツリーダーコーチングアシスタント。体道においては、2001年那覇世界選手権、日本代表として、男子個人法系競技、 団体展開競技に出場。ダニーは、教師6段。ファウストボールにおいては、2019年、ビンター・トゥール男子世界選手権の日本代表。アジア・ファウストボール協会理事。人間総合科学大学保健医療学部、同大学大学院臨床心理学専攻、神奈川工科大学健康医療科学部非常勤講師。メンサ、ISI、ソサイティ、ヘリック・ソサイティ、 4G の会員。祖父は14位に助せられた医学博士の長尾定一。東京都大梅市出生、東京都世田谷区出身。世田谷区立洋画小学校、桐院学園中学校、桐院学園高校を経て、国立大学法人東京医科士科、大学医学部医学科卒業。大学入学後から動部に入部して、体道をはじめ、宮下博之と出会う。 第3回世界パラ道選手権、大会男子個人法系競技、団体展開競技日本代表。大学時代からメキメキと力をつけ、日本を代表する選手に成長した。2001年ミスターイカシカファイナリスト。また2017年からファウストボールにも本格的に取り組み、日本代表となる。医師としての専門は、精神科、皮膚科。 人間ドックや健康診断などの予防医学、アンチエイジングである。日本うつ病学会総局性障害委員会フェロー。趣味は以語。2015年から2017年にかけては、スポールブールにも取り組んでいた。体道部に入部し、大学3年時までは目立った結果を残せずにいたが、大学4年時の2001年に、那覇世界選手権の日本代表に抜擢される。 するとその秋の全国学生から打導優勝大会で初のメダリストとなり、また全日本から打導選手権大会では団体展開競技において日本一の栄冠に輝く。その後2002年、2003年も数々の実績を残した。2004年に大学を卒業し、横浜市から打導協会に移籍。2005年には東京上北地区から打導協会に復帰した。 実践競技にてその年のよう手掘り、世界選手権出場を目指していたが、最終選考にて代表を逃す。2007年暮れから、筑波から打道協会に移籍し、翌2008年末には、古巣の東京城北地区から打協会に戻った。そして2009年の広島世界選手権出場を目指すも、古くからの持病であった、腰椎椎間板ヘルニアが悪化。 2009年8月に緊急入院、手術の運びとなり断念した。腰椎椎間板ヘルニアにより、左下肢の激痛と運動麻痺が生じており、術後もその症状がすぐに回復したわけではなかった。しかし1年に及ぶ、厳しいリハビリを経て、2010年の東京上北地区、体同優勝大会にて試合復帰を果たした。その後、宮下博則と共に、 湯島道場を立ち上げ副代表に就任。2013年のヘルシンキ世界選手権を目指していた。2012年の全日本体ラ選手権、大会男子展開競技予選にて3位となったことが評価され、日本代表候補となる。2013年3月31日に中野区立第8中学校で行われた最終選考にて代表入りを逃したものの、 同年に行われた第68回国民体育大会の展開競技にて優勝した。2017年の甲府世界選手権に団体展開競技で出場することを目指していた。しかし、その代表選考を兼ねた2016年秋の全日本選手権の直前にチームメンバーが故障し、出場自体を余儀なくされた。2017年は大会に参加せず、 その挙手が注目されたが、2018年になり、現役続行を表明した。2017年より、ファウストボールにも取り組んでいる。東京タワークラブに所属し、2017年7月に、行われた第15回全日本ファウストボール選手権、大会、第3回全日本ファウストボールクラブカップ選手権大会において、男子の部で優勝を果たした。その後も、実績を重ね、 ティモンディの高岸博之と共に2019年のビィンタートゥール男子世界選手権の日本代表に選出された。ビィンタートゥール男子世界選手権では日本代表の全8試合中4試合に出場した。趣味の囲碁では囲碁アミー囲碁漢字として普及指導に携わっている。公益財団法人日本棋院認定の永久囲碁、普及指導員。 学校囲碁指導員の資格を所持している。スポールブールでは2015年の日本、選手権大会で、プレシチョン種目8位、ラピット種目8位、コンビネ種目6位、2016年の日本、選手権大会で、コンビネ種目ベスト8、2017年の全日本、選手権白山大会で、ダブルス種目5位、ラピット種目5位といった記録を残している。ありがとうございます。